W.G. バグナルはイギリスのスタフォードにあった機関車メーカーである。ウィリアム・ゴードン・バグナルによって1875年に設立され、スタフォードにキャッスル工場を置いていたが、1962年にイングリッシュ・エレクトリックに買収され、消滅した。その製品の大半は小型で産業用の二同軸、または三同軸の蒸気機関車で、その多くが狂気用であった。 バグナルは標準機や狂気の蒸気機関車及びディーゼル機関車の製造者としてよく知られていた。バグナルは蒸気機関車の弁装置にバグナルプライス式やバグレー式といったいくつかの新機軸を導入した。それはまた狂気機関車で安価なものであったが設計の特徴としてにマリン型の過失を採用していた。 カースチュアートの技師長であったドローツマンを採用した際にはカースチュアートの設計の一部がバグナルに持ち込まれた。そのような機関車の例はシッティングケムズレー系鉄道で見ることができる。日本の国有鉄道が導入したのは新橋工場の入れ替え用に購入した一両だけで機関線6 7 m m のものもこれのみである。国有鉄道席を得たものは 他に 762mm 機関で、旧佐世保鉄道引き継ぎの K97、K98 があるに過ぎない。バグナルの機関車は、小型のものが多く、合わせて7形式14両が、大梅鉄道や中園鉄道、陸軍鉄道連隊などによって輸入されているが、いずれも、重量10トン以下の軽便鉄道用や、産業用のものばかりである。ありがとうございます。